いただきます。やばい、美味しそう。うまそうだね。ちょっとね、二人で話したかったよ。うん、本当に。うん。昨日のルカンパーティーの時にちょっと話したぐらいだよね。あの時に、ね、過去の恋愛に騙されることが多いみたいな。うん。付き合おうみたいな。付き合ったんだけど、2週間か3週間ぐらいで他の彼女できたからとか、そう、それで結構人間不信になりやすくて、そう。これずっと気になってたよ、俺。多分高校生で恋終わって、約3年は全然誰とも付き合ってない。結構恋愛恐怖症みたいな。そう。まあ、それもあって、本当にもう、うん。いや、すごいね、でも。考えるタイプだよね、いろいろ。めっちゃ考える。なんかどういう子か、分かんなかったからさ。ああ、そう。こういう子です。かけてほしい言葉を言ってくれて、優しいなって思いました。美味しかったね。美味しかった。さっき話してて、うん、まあ、控えめな自分がいるから、うんうん、まあ、もっと、うん、この時間で、うん、森山くんに気持ち伝えたらいいなと思って、うん、今伝えてもいい？うんうん、大丈夫。手握ってもいい？うん、照れる。うん、初めて会った時は好きですって言ったけど、それが大好きになりました。で、この3日間でその早く終わりたくないとも思ったし、ここで脱落もしたくないって思った、うんうん、だからキスしていい？いいよ。照れる。めっちゃ照れる。照れる。俺やばい。行こうか。うん。勃起しました。